になりきってる。はあ、事件のない日々っていいわね。事件なんてそうそうないけど。オリジナルマインド最新話見た？見た？それ私見てない。なんで見てないの？ DVD 貸すから。はい。持ち歩いてるの？お守りにね。そんなの借りて大丈夫？家に保管用と鑑賞用があって、サブのお守り用もあるから。どんだけあるの？私の推しは女刑事ソラ。優しくて可愛くてかっこよくて超いいの。何より警察の世界のリアルな描写が毎回たまらないの。刑事ドラマでよくある設定ミスもきちんと描写してて、私たちはみんな叩き上げだよ。そうそう、キャリア組が捜査一課を指揮するなんてドラマだけ。柳さんたらめたい、そういうところも好き。はい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 。フードコートで水でももらうか。来賓できたばっかりで客多いな。あのじいさんカバン忘れてった。あー、食った食った。放置する方が悪いんだよ。ちょっとくれんなら。誰も気づいてね。マジかよ、一瞬で1週間分の食品ゲットした。久々のまともな飯、うめえ。数日後。ねえクロハ、今日のお昼最近できたフードコート行かない？ねえ、昨日の持ち前見た？トラが女刑事としてのキャリアとカッパ保護活動の痛さみで悩みつつも。しながら聞くから。くそ、昨日の金全部パチスロで消えちまった。またここで盗むか。お、あいつら OL だな。ねえねえ、その時の空のセリフが最高なの。わしゃわしゃむしゃむしゃ、その拳はもう人を殴りたくないって泣いてる。で、自分も泣きながら犯人を説得してねってね。早く食べないとお昼休み終わっちゃうよ。なんか夢中になってる。一緒に財布置きっぱなし。おっとっと、うわ、めっちゃ入ってる。なんだこの女。全部欲しいけど怪しまれるからな。急げ急げ。とりあえずこれだけ、なんか怖いし。そしたら同僚の柳が空をかばってね。二人はただの同期で公式での恋愛描写もないんだけど、友人を超えた信頼が尊くて。私も食べ終わったんだけど。全然気づいてね。翌日も。昨日シーズン1を全部見返したんだけど、やっぱり初期の捜査一課の雰囲気が最高なのよね。あんた、いつも全話見返してない？ちゃんと寝てる？持ち前見ないと寝つけないんだもん。おっきゃー。あの女バカだ。昨日盗まれたのに警戒すらしてね。さらに翌日も。モナ商事の社員証。あいつら大手勤めだったのか。昨日はシーズン2と3を生き見して幸せ。よく総合職の仕事しながら推し活できるよね。ある意味尊敬するわさ。モナ商事の総合職？くっそ金持ちじゃねえか。俺がこうしてコツコツすりで生活してんのに、たんまりいただいてやる。数日後。ねえわさび、最近財布の中身が変なの。何十万入ってるのそれ。だっていつ持ち前グッズと出会うかわからないでしょ。買い逃さないように常に現金入れてるの。カードでいいじゃん。カード使えない店だったら嫌じゃない。私はこんなに大金持ち歩く方が嫌よ。中身が変ってそういうこと？じゃなくて、なんだか減ってるの。こんなに入れててよく気づくね。だって5000円札がなくなってたり、1000円札だけ全部なくなってたり。あんたのことだし、気づかないうちにグッズでも買ってるんじゃない？あー、そういえば。じゃあそれが使ってたメモ帳と一緒。これ全部ください。あ、柳が使ってそうな手帳、これ買います。 DVD 予約限定ポスターの別バージョン、激レア。カード決済付加でも OK です。確かに結構買ってたわ。ほらね、やっぱり気のせいかな。だが1週間後。ちょっとこれ見て、クロハ。スリが多発しています。貴重品にご注意ください。防犯カメラ増やしました。あんたのお金が減ってたのこれじゃない？絶対そうだわ。怖いわさね、もう行くのやめよう。わわ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 わ、私の推し活を邪魔するなんて、この毛が。絶対に捕まえてやる。こんな時になりきらなくていいから。あの店いつの間に防犯カメラなんか。これ以上あそこで狩るのは危険だ。でももう生活費がピンチだ。早いとこ金なんとかしないと。そういえば、あの金持ち女、まだ家に現金あるんじゃないか。イエーイ、行こう。お、あるある、モナッターとフットブックに出てきたぞ。行こう成功。ここが家なんだな。次の休日。こんにちは。はい、何を持ち前見てたのに。え、警察？この辺りでスリや空き巣が多発していまして。知ってます、私もやられたっぽいです。それでお宅に痕跡がないか確認していきました。捜査にご協力お願いします。捜査協力。え、ぜひどうぞ上がって。入れた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 。何でもご指示ください。犯人の目星はついてるんですか？プロファイリングの結果は？さっきからうるせえな。てか、ずっと後ろにいられて盗めね。こちらで全部やりますので。うわー、なんだこの部屋。こいつまさか本物の警察だったのか。いや、でもモナ商事に在籍してたし、もしくは家族が警察とかか。どうかなさいました？あの大仕事って。え、いや、やっぱいいです。あ、私捜査に協力してる。見てますか、ソラさん、私の勇姿を。なんだよ、金目のもの何もねえ。こいつがずっといて、あの財布にも手を出せねえし。あー、もうやめだ。特に何もないですね。じゃあこれで。え、まだいい
うして捜査一課の俺がこんなことを。空き巣は三課の仕事なのに。ったくよ。まあ、待って、キさん、なんで捜査一課が空き巣の調査を。それはキャリア組ってやって、俺キャリア組だから空き巣もちゃんと調べようって捜査を指揮してまして。キャリア組が捜査一課を指揮。キャリア組が捜査一課を指揮するなんてドラマだけ。何ですか。どちらからいらしたんですっけ。ずっと向こうのあの辺の方の交番です。捜査一課なのに。っていうかこの人刑事なのになんで警官服着てるのよ。よく見たら記事もチャッチ。あなた偽警察ね。なに、この女邪魔ばっかしやがって。もうどきた。だったらなんだよ、おとなしく金出しやがれ。ギャー、逃げ場ねえんだぞこら。そうは問屋が卸し大根。私は警察よ。なに、この家に来たのが間違いだったわね。あなたの考えはお見通しよ。こいつ OL は仮の姿でやっぱり本物の警察だったのか。でも女一人で何ができるってんだ。すでに仲間が外で待機しているわ。なんだと。署まで私の仲間とドライブする。それともここで私が逮捕してあげましょうか。あ、当たりだろう。キさん、うわー、キさん、なんだ鍵開いてるじゃん。ちょっと今の何の音。早く着いちゃった。持ち前鑑賞会のおつまみ買ってきたよ。全部わさびだけど。窓割れてるんだけど。わさび、わさびありがとう。持ち前ありがとう。なになに、ここまで来れば追ってこないだろう。ちょっとあなた、発表。さっきアパートの窓を割って飛び出してきた人ですよね。そんなコスプレして何やってるんですか。さっきの女の仲間じゃ。何を言ってるんだ。脳にプロテイン足りてる。どういうこと。その後偽警察は警察官を語ったことと合わせてフードコートの防犯カメラと照合され、スリの件でも逮捕された。あんな女に関わったばっかりに。ご協力感謝します。はい、見てますか、ソナさん。私、あなたに近づけましたか。あんな、ソナさんと一緒にあの犯人を逮捕したのよ。あんたってやっぱすごいわさ。僕は持ち前グッズのソラちゃんが持ってるカップクッション。もう幸せで幸せで。ああ、持ち前好きでよかった。世の中何が役に立つか分かんないわさね。あ、この刑事死亡時。